2月に受験があり、死に物狂いで頑張りたいけど、ダラダラしてます。死ぬ気で頑張りたいです。アドバイスください。だって別に死ぬ気で頑張る必要もないんじゃないの？受験なんて。受験を死ぬほど頑張って、まあいい学校入れたら、それは素晴らしいと思うわな。受験で本当に望み通りの学校に入れる。学力を手にして、そこに入って、まあ、より有利にその後の就職活動が進められるようになったり、いい教育を受けられたりするようになるっていうのもまた一個いいけど、そこに力が入んないんだったらちょっと目標を落として、そうでもないとこ入ってもいいけど、要は入ってから何するかだからな。学校なんて入ってその学校で教われることをほぼ全部頭に叩き込めたら、そんな1ランクぐらいの大学とかの学力差なんてひっくり返せるぜ。また授業で教わる以上のことを自分で学び始める楽しさを知ってさ、ある専門分野でも何でもいいけどさ、知識を本当に日本にいる他の誰よりも詳しく身につけたら、もうほぼ飯食えるしな。だからもう大学とか高校とかもそうだけどさ、どこに入るかじゃねえんだって。入って何を自分に身につけるかなんだって。それを正しくやった人は勝つんだよ。だから本当にさ、そんな一流大学行ってなくたってさ、会社作って大成功してる人いっぱいいるじゃん。それは大学、いい大学行けるのに越したことはないけど、ぶっちゃけ受験で使うその学業の勉強なんて、この人はどれだけ与えられた課題をこなせるのかっていうテストでしかないから、それよりもやっぱり、じゃあ今度それがめんどくさくて好きでもなくて、あんまり自分の人生役立たなそうだから全然気合入んねえや、こんなのただ覚えるだけとかって思ってる人は、もうそうじゃない。じゃあ世の中でまず短い時間でどれだけお金を稼げるのかみたいな、経済的な価値が高い何か時間の使い方とかをするのはどうしたらいいかなとか、で短い時間で、まあ、月給みたいなものを簡単に稼げるぐらいの能力とか知識を手に入れて、でその余った時間で自分の好きなことしたり、また新たなスキルを身につけたりとか、そういうことに時間を使っていくべきだと俺は思うけどね。受験に死に物狂いで頑張りたいですとかさ、ダラダラしてしまう。だからダラダラしちゃうってことは興味ないんだろ、その勉強に。だからそれだったら多分その大学、まあまあダラダラしてても受かりゃいいし、ダラダラしてても無理だったら一個下のとこ行って、なんか自分の気になる学問だったり、この分野を極めれば絶対世の中で食いっぱぐれることないし、むしろ金持ちになれるし、素敵な楽しい研究ができるみたいな学問を見つけてさ、ゼミを見つけてさ、ひたすらそこにコミットしてもいいし、まあ頑張れや。